皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日も張り切ってマリオメーカーやっていくるということで、今日はスピードラン、これを中心にいろいろと遊んでいきたいと思います。今日はいいねランキングから、国内の難しいの中にあるスピードラン遊んでいきたいと思います。最初はこちらですね。企画30秒スピードラン、何かのイベントか何かで制作されたコースなんでしょうかね。エースさん、クリア率約 7%、8% に近いか。こちら遊んでいきます。スピードランはやっぱり初見でクリアはなかなか難しいので、でもまあクリア率的にもね、あんまり苦戦しないでやりたいんですけど、お邪魔しま…おお、びっくりした。お、これ面白い、かぶっちゃいますよ。ちょっとタイムロスあるけど、まあこのぐらいだったらきっと大丈夫なはず。あと12秒。12。おお、これはうまくジャンプしてあげないとダメだったか。やばいやばい、詰まりまくってる。え、鍵どこにあった？あれ、どこかに隠してありましたかね。1枚2枚で倒して、のブラックパックン倒して、ここまでで2枚。さてまだ3枚目ないですよね。鍵、あれあれ、あった、こんなところに隠されていました。よいしょ。なんとなくブロックに詰まっちゃう感じがしますけれども、お、これこの間のコースで待った、ギリギリ残り1秒。このヒップドロップした後コンベアで運ばれて、そのままヒップドロップが続くっていうの新しくて面白いですね。自分のコースでもぜひやっていきたいと思います。30秒スピードラン、エースさんのコースクリアしました。では次のスピードランをやっていくる。お待たせしました。次はこちらですね。いくら式、初心者向けの簡単で楽しいスピードラン。初心者向けなのにクリア率は 7% です。こちら遊んでいきます。さて、今度はどんなスピードランなのか。20秒。お邪魔します。からのスピンジャンプからの、1、2、3でしょう。OK。で、あ、しまった。え、これはどうするんだ？どこに行けばいいんだ？左側の方に鍵がいくつか見えましたが、お邪魔しますからの、これは普通に走って、あ、普通に走っていけるんだ。これはわからなかった。で、あ、なるほどね。これで鍵を2個取って、もう一回同じところを行けば OK か。これはもう次でクリアできるんじゃないですか。1、2、3。あー、次でクリアできるとか言ってるとこういうことになるの分かってるのに。はい、やっていきます。バネで弾かれてもらうことができなかったけど、でも残り11秒、これなら間に合うんじゃない。あー、しまった。なんか違うけど、とりあえず突破できたから OK。 残り11秒。安定したジャンプができないに、あれー、なんでこんなところでやられる、おかしくないですか。おかしいのは私の腕。まあそうです、皆さんのおっしゃる通り。うまーくタイミングがつかめない。まあここでやられる。さて、オッケー、ブラックパッキン超えての、ここ三段ジャンプが出ないな、なんでだろう。よいしょ。ブラックパッキン超えるときにクルリン入れちゃってるせいですかね。これで
係なはず一。そうか、今度はここで三段ジャンプできないんだ。なんか変だなと思ってたんですよね、さっきから。2、3、あー、叩き損ねる。1、2、3、オッケー。オッケーじゃないけど、まあ僕の中でオッケーです。でもこれいいねランキングの上位に入ってるんですけどね、なかなかガバが多いコースでした。イクラ式初心者向けの簡単で楽しいスピードラン、ありがとうございました。20秒結構苦戦しました。さて、それじゃあ次はどんなコース遊んでいきましょうかね。初代スピードラン10秒、こちらやってみましょうか。クリア率 8%。 初めて作った初代スピードラン、あのサムネのランって書いてあるのがカラフルでいい感じになってますね。初代のコースのスピードランやるの初めてかもしれません。パウ叩いて、ん？あ、これはあれか、メットが帰ってくる前にジャンプしてよければいいのかな。こうか。オッケーオッケー、バネで垂直ジャンプですね。10秒なので覚えることもそんなに多くはないはず。それでも覚えられない頭の悪さ、なんとかしてください。よいしょ。お、こうやって、オッケー。あー、しまった。これバニーに弾かれたら絶対もう間に合わないでしょう。これはもう勢いでいくしかない。あれ、ここで右を押しちゃうのが早いのか。オッケーオッケー、バニーに弾かれてから。オッケー、今度はうまくいった。またここで右押しちゃうな。ジャンプ中にボタンを入力しちゃう悪い癖がありますね。お、あれ、今度はジャンプが足りない。このあの床より一マス低いところに置いてあるバネって意外と使いにくくないですか。皆さんどうでしょう。私が下手くそなだけ。あ、そうですよね。さて、今度こそオッケーでしょう。はっ、おお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 お、ここ勢い任せでいったらあのブラックパックも当たっちゃいますよね。怖かった。よし、このバネの使い方がやっぱり難しいというか苦手ですね。オッケー、ここはどうするの。あのパウを2回叩けばいい。それとも何かもっと別の要因でミスしちゃってるんでしょうか。お、勢いでいけば2匹叩いてくれるんですね。それで2秒残してゴール、ありがとうございました。やっぱりあの私のビビリプレイがいけなかったようですね。思い切っていけば道は切り開けるものなんですよ。初めて作った初代スピードラン10秒のコース、わかめさんですね、クリアしました。ありがとうございました。そして今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回もご視聴よろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。今日も
ご視聴、ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と、高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。